や、森本さんが次の赴任先へ行くらしい。で、森本さん誰って なる人多いと思うけど広島県福山市周辺最新情報 Facebook グループのによく投稿してくれてた方って、結構居酒屋系の投稿が多いかな。で、結構丁寧な投稿してくれる方で、なんかユーモアのある雰囲気を感じる方ですね。この方何気にファンが多いと思うというのも個人的に友達なメンバーがもちろんおるんだけどさ、そのメンバーも結構気に入ってて、この方そうなんかいつも投稿いい感じだよねって言ってたそうそのイメージもあり、でなんかやっぱね印象いいんだよね、なんかそういい感じなんです。じゃあ投稿読んでみようか。こんにちは。4年弱単身赴任で福山でお世話になりました。来月次の赴任先へと参ります。そんなこんなで昨夜はこちらで知り合ったのみジモティさんと急遽会うことに。福山駅から宝町西交差点近く天下橋、福山に来て相当な数のお店を楽しみましたが、一番使わせていただいたお店、雰囲気、料理、お酒のすべてが抜群。福山に来て一番感動したのはクワイの素揚げ。これは福山にしかありません。あと貴重なシャコがお通しで出たり、寝太の唐揚げや南蛮漬け、惜しくも閉店した、稲田屋の関東にも最高でした。あと半月はいられると思うので、しっかりと感染予防しながら福山の味を堪能しようと思います。これ投稿されたのが11月22日ね。そうちょっと時間空いちゃったけど、ちょっと動画にしとこうかなと思って。そうで多分本当よく飲みに行かれてたんでしょうね。で結構投稿の丁寧さって人によって全然違うんだけど、この写真一枚一枚に何て言うんだろう、その写真についての解説みたいなのを書く人って結構少ないんよ。もう俺もあんまり書かないからぐらいの感じなんだけど、森本さんは書かれてますね。この写真「シャコは貴重です」って書いてある貴重らしいよ、シャコ貴重らしい。わかる。シャコ貴重よね。あ、しかもビールとシャコめっちゃいいね。しかもこれお通し出るってめっちゃいいよね。でこれくわいの素揚げだね。写真もなんか綺麗だよね。なんかこのテカリ具合もさいい感じよね。そうそう、くわい割とさ福山に住んでると、まあ割とっていうか年末年始あたりにスーパーで売ってたりするけどさ、福山はすごいクワイのなんか産地として有名なんでしょう。なんか福山にハローズっていう24時間のスーパーがあって、そこで去年なんか気が向いて買って家で炒めて食べてみたりしたけど、なんていうかな、大体みんな食べたことあるのかな、なんていうかな、個人的にはジャガイモみたいなジャガイモみたいな印象を受けるけど、食べた時にそう、そんな感じ。まあ美味しいよね。まあ調理の仕方次第かなと思う、うん、これはお作り盛りらしい刺身だね。いやもうお腹すいた、もう俺ご飯食べずに今これ収録しよるけ、ほんまにお腹すく。あこれ絶対美味しいやつやな。これ磯辺揚げですね。揚げ物もいいね、美味しそう。これは豚肉せいろ蒸しでいいのかな、せいろっていう感じが合ってるような、せいろ蒸しでいいかな。これも絶対美味しいやつよな。これはハニーバターチーズクラッカーらしい。酒飲みながらこう語りながらこういうのつまみながらってめっちゃいいよね。でこれお品書きだね。まあ普通の居酒屋くらいなのかな。あんまり俺居酒屋行かないからよくわかんないけど、まあこんなもんでしょう。なんかそんな極端に高いとかいうこともないでしょう。クワイの素揚げ480円とか、ちくわチーズ磯辺揚げ480円とか、美味しかったらいいよね。うん、美味しいの出してくれるなら
いいよね、楽しめるよね。これ芋山猫のロックらしい、芋派らしいですね。ちょコメント欄見てみようか。田山さん、私の地元は福山ですが、夫の転勤先で今は暮らしてます。福山の良さをこうしてまた赴任した方から教えていただけることで、私もまた福山の良さを再認識できます。次の赴任先にも福山の思い出をたくさん持っていってください。またよければ福山に帰ってきてくださいと。そうね、やっぱ赴任してきたからこその視点っていうのもやっぱあるよねと思うね。なんかいっぱいコメントついとんよ。これ全部読み終わったら終わらんけ。福山での、あ、井上さん、福山でのお仕事お疲れ様でした。森本さんの飲みレポは旅行時に大変参考にさせていただいておりました。どこも良かったですが、森本さんの情報をもとにイチジクさんを訪問できたのが大収穫でした。クワイの素揚げは本当福山ならではですよね。次の赴任先でのご活躍お祈り申し上げますと。井上さんはあれ、福山にそう旅行に来るんよ。旅行に来る、あの年一くらいで年一くらいで旅行にいらっしゃる方で、すごいよね。それも福山めがけて来るんよ。あの広島のついでにとか、なんか倉敷の美観地区行ったついでにとかじゃなくて、ガチで福山にこう来るっていう。 その時に、この方もあのお酒が好きなんで、居酒屋、駅前から近い居酒屋を探していると。でそういう時に参考にしたんだろうね、いちじくさん。これ大収穫だったらしいみたいです。なんかこんな感じで、誰かの投稿が他の誰かの参考になって、でこの、参考になりましたというコメントが入ったりするんだけど、こういう気持ちのいいコミュニケーションいいよね。こういうなんかこの心あるコミュニケーションで埋まっていくといいなと本当に思う。なんかこうして考えると、なんか福山って、福山市民はなんか、いやもう福山なんか何もないとこよとかってよく言うけど、特に、まあ、井上さんみたいにさ、遠くの方から福山市を目的地として、来てくれる人とかで、まあたまたま単身赴任で福山に来て、んでまあお酒好きじゃけ言うて、居酒屋楽しみました言うてくれる人がおったりとか、バイトじゃけその住んでる人の視点と、その外から見た福山市の認識が結構違うのかもしれんなと思う。なんかそうよく言われるんよ、もったいないよっていう福山はいろいろあるのに、なんか別に何もないとか言う必要ないんじゃないかなみたいなのを本当によく言われるんだけど、でも確かにね、そうだなと思った。クワイもそうだし、琴も歴史があるんじゃろ、福山琴ってね。だけどなんかいろいろあるのに、なんかもう見てないだけなんだろうなと思ったね。で、まあさっきのコメントの田山さんみたいに、福山が地元で、で、まあ夫の転勤先で、違う地方に住んでるとか、まあ他の例で言うと普通に、外の県に働きに出てる人とか、やっぱその一歩引いた目線で改めて福山を見るとなんか良さが分かったりとかね、そのするんかもしれんしね。でなんかこのなんかな、福山好きな、県外の人が集まるグループを作ってもいいかもしれない何のために何のためにってなるかな。でもあれだよね。でもなんかこういう、まあ、森本さんもそうだけど、まあそのさっきのコメントの井上さんとか、あの辺のその福山結構気に入ってくれてる方々、でも福山には住んでない方々のその人たちの、その例えば森本さんの行った先の居酒屋とかその赴任先のね、あと井上さんなり井上さんが住んでるとこら辺のおすすめのお店とか、なんかその辺もなんかこう気になるじゃん。なんか別に福山だけに興味があるわけじゃないからさ、
なんかそういうのを気がなんか投稿してくる、同じノリで投稿してくれるような場所があったら、結局そのじゃあ森本さんが投稿するならじゃあ見てみようかとか、井上さんが投稿するなら見てみようかみたいなことで、なんかそのちょっと離れたところの地方の良さもなんか知れるような気がしたね。そういうグループがあったらね、需要があったら作りますが、はい、じゃあまあこの辺しておきましょうかね。はい、じゃあ、森本さんありがとうございました。また何かあれば投稿していただければありがたいです。じゃあ終わります。ありがとうございます。